自分のふるさとにまあこんな素晴らしいとこがあるのかと、なんか自分でもできること、うん、ないかなっていう。この街に暮らしてなければあなたと出会えてなかった。なぜここって言われたら、まあまずはまあここが好きなので、で自分のふるさとにまあこんな素晴らしいとこがあるのかと、あ、その何もないというのが、あの便利なものが何もないとか、 今風のもの、現代風のもの、最新のものって言われたらもう何もないんですけれども、まあ、そういうものが満たされている世界にはないものがここにはあるので一人じゃ今ストレスと言うじゃないですか、とか精神的にね、あの、まあ、うつだったりとか、うん、なんかで人間関係だったりとか、もうあの思うにおいで言って、うん、もう思う来て、もう、うん、数時間、半日でも1日でも過ごしたら、うん、今抱えとるもんが多分楽になりますよって言いたくなるぐらいの、まあ、精神的ななんかこう効果というか、うん、そういうものありますね。